FTWO はファン&ファンクション、楽しむための機能をコンセプトに、オーストリアに自社工場を持つアルペンでも有名な F2 が本気で作り上げた走るフリースタイルボードです。はい、じゃあまず紹介したいのがこちら TNT です。 FTW の中でも、ラインナップでですね、結構人気のある板なんですが、なんと来年はこちらグラフィックが2パターン出ます。ちなみに今回僕が紹介していただくこのモデルは数量限定生産なんで、ぜひこちら店頭の方でチェックしてみてください。まずこちらの板なんですけど、一番のおすすめは中低速からのグラトリアジブですね。こちらおすすめになっております。中低速での、ジブやグラトリということなんですけど、ウエスト幅、本来の板よりも幅が広めになっています。広めになっていることによって、そうですね、グラトリやらジャンプなんかでも安定性が抜群にいいです。あとこちら特筆すべき点が、FTWO 特有のウィングロッカーっていうシステムがあるんですけど、こちらそれを搭載しております。ウィングロッカー一体どんなモデルかっていうと、こちらバインとバインの間にこちらですね、ちょっと見ていただくと分かるんですが、ロッカー仕様になっています。それに比べてこちらバインの足の下ですね、こちらはキャンバーです。つまりどういうことかっていうと、力を入れたときこちらロッカー仕様になっているんで板は操作しやすいです。しかしながらキャンバー本来の反発は足の裏にあるんで、溜めた力を十分にキャンバーの力を使ってポップアップ、跳ね上がることができるっていうモデルです。ちなみにこちらのボードなんと5万円台で買える、モルツポでも絶賛発売中になりますんで、皆さんぜひ手に取って、こちら来季軽くなりました、トップシートも変わってますんで、おすすめの1本です。セカンドボードにも使えるんでぜひどうぞ。はい、じゃあ次紹介させていただきたいのはこちら T ライドというモデルです。こちらは僕も愛用しているんですけど、 FTWO のライダーの中でも結構こちら人気の一品になっています。こちらの特徴なんですけど、先ほどの TNT に比べて何が違うかっていうと、こちらは中高速での使える本格的なパーク用のモデルです。今回ですね、こちら T ライド去年と違って来年、今年と違って来年はフルモデルチェンジしました。でこちらミッドワイド、ちょっとあの普通のフリーランの板よりもウエスト幅が若干広めになってます。それにことによって割と安定性は増しています。でよくここで質問が多いんですけど、ウエスト幅が広くなるとちょっとフリーランでカービングしづらいんじゃないのっていうのがあるんですけど、そこは FTW はちゃんと考えてます。アシンメトリー、つまり非対称のフレックスを搭載していて、かかと側ですね、ヒールサイド、あとフロントサイドでなんとフレックスの方を変えています。かかと側がフレックスを強くしてフロントがソフトにしています。それによって板本来のトーションという動きをさらに誰にでも使いやすいようになっています。それでウエスト幅が太くてもこちらかなりグイグイカービングがいけるとなっています。パークライドでありながらフリーランもいける、こちら結構おすすめな一品です。あとですね、こちらちょっと触っていただくと一番わかりやすいんですけど、なんとウッドです。トップはウッドになってまして、大体皆さんあの触っていただくと分かるんですけど、結構樹脂でできたコーティングされた板があるんですけど、こちらはウッドっていうことで、もうものすごい軽くなってます。軽くなってる上にウッドなので粘りがあります。樹脂とかに比べて結構最後まで踏ん張ってくれる板なんで、ランニングなんかでも耐えてくれる板になります。またウッドっていうことでここ滑り止めが効いてるんで、普通の樹脂と違ってデッキパッドも必要ありません。こちらチームライドです、略して T ライド、ライダーもおすすめの一品です。ぜひ乗ってみてください。はい、 FTWO そしてモルツポライダーのしげです。こんにちは。スノーボードは性別や年齢に関係なく誰にでも楽しめるスポーツというか遊びだと思っています。その遊びにファン&ファンクション、楽しむための機能を付け加えられるのが FTWO だと僕は思います。皆さんよかったら、モルツポ全店で FTWO を取り扱っておりますので、こちらアクセスしてみてください。多分ここ出てると思います。しげでした。